平成より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。前回でゆかり姉さんの4話ですね、すべて見終わることができましたので、今回からはまた新しい話に入っていきますよ。5人目の語り手ですね、まさみおばさん。一応設定としては埼玉の大病院に勤める看護婦さん26歳っていうものなんで、まあ、話のね舞台は病院なんだろうなっていうのはわかるんですけど、どういう傾向のね話が繰り出されてくるかっていうのはねまだ未知なんでね、なんとなく印象通り儚い感じの話なのか、意外にジメジメしてるのかとかその辺含めてね楽しみですよね。聞いていってみましょう。あー、オルゴール調ですね、曲はね。儚げ今んとこね儚げですけどね。私の番ですのね。本当のことを言うとあまりこういう話はしたくないのですわ。まあ、確かにオープニングの部分でもね、まさみおばさんは怖い話しようっていうのに反対してたんですよね。けれどこういう席ですもの、我慢してお話ししますわね。私たち看護婦は患者さんの介護のプロフェッショナルです。看護婦ってねあんまり今ではね使われなくなった言葉ですけど、ゲームでバンバン出てくるんで俺も看護婦って言いますね動画の中ではね。ですから個人的に看護を依頼されることがたまにあるんですのよ。あー、病院外でってこと。私の同僚にも一人いましたわ。彼女は知り合いからある少女の看護を頼まれた。まさみおばさんの実体験じゃなくて伝聞系の話ですかね。なんでも幼い頃から病弱で家から出たこともないのだとか。しかも幼い頃にご両親を亡くされてお兄様と二人きり。お兄様は元医師でしたが、妹さんのためになればと空気のいい田舎へ引っ越したのだそうです。なるほど、詳しくは知りませんがお給料もかなりのものだったらしいですわ。それで彼女はその家に行くことにしたのですけれど、陽子ちゃん、彼女はお給料に釣られたのだと思います？少しはそういう気持ちがあったと思う。とんでもない、そんなこと。まあでもね、仕事で行くわけですからね、少しはっていうか、そういう気持ちもないとおかしいと思うけど。でもどうなんですかね。まさみおばさん的には、2番って言ってほしいのかな。こっちで言ってみる？とんでもない、そんなことって言ってみる。あ、喜んでる。喜んでますね。まあ嬉しいですわ。陽子ちゃんが真の看護婦というものを理解してくれていたなんて。何よりもまず人のことを思いやれる優しい心、これがなければ看護婦は務まりません。お金とか見返りのことなんて私たちの頭の中には存在しないも同然なのですよ。こういうタイプの人か、これはまためんどくさいタイプの人が語り手として参戦しちゃったね。彼女もきっと同じだったと思います。それでもその家を初めて見たときは思わず息を呑んだそうですわ。曲がりくねった道なき道を地図を頼りに進んで数十分。おお、深い深い森の中の大きなお屋敷。雰囲気あるなー。これはもうこの時点で怖いぞ。まるで外国の映画に出てくるような立派な洋館だったのですもの。ツタが絡んだ壁は屋敷の由緒正しさの表れのようです。ポカンと立ち尽くした彼女の目の前で重い扉がきしみながら開きました。あ、お兄さんの方お兄さんの見た目がもう雰囲気あるもの。ようこそお待ちしておりましたよ。そこに立っていたのは黒いシャツを着た背の高い30歳前ぐらいの青年でした。黒いシャツっていうのがポイントですね。物静かな深い色の目で彼女を見下ろしています。あの、私は
妹を介護してくださる方でしょう。早速案内しますよ。にっこりと笑って青年は彼女を中に招き入れましたわ。通された天井の高い応接間には厚手のカーテンがかかっていました。まだ夕方だったというのにね。すごいなんかシャウオえ、これ妹？そして中央のワインレッドのソファーに美しい少女が座っていたのです。すごいね。日本にあんのかな、こういうところ。黒い艶やかな髪はふわふわと軽くカールして肩にかかっています。もうホラーの舞台として100点満点ですね、この屋敷ね。白い寝巻きの上から大きなショールを巻きつけている姿は愛くるしいアンティックドールのようでした。明るい茶色の瞳がじーっとこっちを見つめています。この方がお前の世話をしてくれる看護婦さんだよ。青年の声に少女はパチパチと瞬きして少し頭を下げました。この子も霊能力持ってそうだね。けれどその可愛い唇からは何の言葉も出ませんでしたの。気難しそうな病人だなぁと思ったそうですわ。まあ病人は誰だって多少気難しいところがありますからね。まあ病人に限らずですよね、それはね。青年は不愛想な妹の代わりだというように気軽に微笑みかけました。僕は京介、妹はサラサですかね。両親を早めに亡くして、この家には僕たち二人だけなんだ。くつろいでくださいね。京介って名前も非常になんか雰囲気ありますよね。この広い家に二人きりですって。お手伝いさんとかもいないんですもんね。完全にこの兄弟で住んでんだよな。一瞬奇妙だと思いましたが、彼女はあえて詳しく聞いたりはしませんでした。誰にだって事情はありますもの。陽子ちゃんもそうするでしょ。多分そうする。気になることは徹底的に聞く。まあ自分のね、仕事に関することだったら聞いた方がいいと思うけど、この家の事情はそんなに聞かなくてもいいんじゃない。多分そうするかな。そうでしょ、彼女の気持ちもわかりますわよね。新しい雇い主と気まずくなりたくなかったのですわ。さて、彼女は2階の一室をもらいました。あ、住み込みか。住み込み怖いね。隣がサラサちゃんの部屋、向かい側が京介さんの部屋だったそうです。彼女は荷物をほどくより早くサラサちゃんの部屋に行ってみましたの。うまくやっていけるかね。ノックをしても反応がないので、そっとノブを回しました。入っちゃうの大丈夫か。するとあっさりドアが開くのです。これあんま良くないですね。これゲーム実況撮ってたらね、気まずいですもんね。床に何か落ちているのが見えます。拾い上げようと近寄ってみると、人形、首の取れた人形なの。それも無理やり引きちぎったような。もうダメだな、もう退職した方が良いのでは。何をしているの。不意に背後で声がしました。サラスちゃんか。鈴の鳴るような愛らしいけれど冷たい声だったそうですわ。無表情なサラスちゃんがそこに立っていたんですの。ごめんなさい、ドアが開いていたものだから。出てって言いかけた彼女の言葉にかぶせるようにサラスちゃんは言い捨てました。打ち解けるのには時間がかかりそうだな。そして彼女の鼻先でドアを閉めてしまったんですって。やがて食事時間になって、食堂で3人が顔を合わせました。さっきのことを謝ろうと思ってもサラスちゃんは知らん顔でスープ皿をスプーンでかき回しています。仕方なく彼女はスープを一口口に運びました。ところが口の中で何かがもぞもぞ動くじゃありませんか。彼女は思わずスープを吐き出してしまいました。白いテーブルクロスの上で広がるシミに混ざってうごめいている米粒ほどの、最悪、ウジ虫めっちゃうごめいてるね。うわ、彼女は真っ青になりました。大丈夫ですか。京介さんが駆け寄って彼女の背をさすってやります。あのスープの中に、これ料理作ってるのは誰なの。お兄ちゃん、必死に言いかけた彼女はテーブルの上を指さそうとしてハッとしました。え、
今までそこにいたはずのウジ虫が一匹もいなくなっているのです。幻覚、どうかしましたか。気づくと心配そうに京介さんが覗き込んでいます。いえ、何でもありません。すみません、取り乱して。彼女は鳥肌を抑えながら懸命に言いました。気のせいだったんだわ。そう思い込もうとしたのです。それならいいのですが、気分が悪いのならそう言ってくださいね。お兄ちゃんはあれですよね、元医師でしたよね。京介さんは言いながら彼女の前にメインディッシュの皿を置きました。銀の丸い蓋が乗った本格的なもの。彼女がその蓋を取った瞬間、え、まだあの、彼女は立ち上がり絶叫しました。皿の上には黒っぽいネズミの死骸が横たわっていたのですが、もうやめた方がいいんじゃない、この仕事を。ネズミ。涙ぐんだ彼女が京介さんたちを振り向きました。ところが二人ともキョトンとしているじゃありませんか。見えてないの？どうかしたんですか？もともとネズミを食べる一族とか、二人とも彼女の皿を見ているのに顔色一つ変えません。どういうことなんでしょう。彼らにはこのネズミが見えていないとでも。へえ、二人とも嘘をついていると思う。看護婦の彼女の気のせい。いやー、この館がおかしいでしょう。嘘ついてるのかな。そう、陽子ちゃんはそう思うんですのね。けれど彼女にはもうそんなことを考える余裕さえなくなっていました。皿の熱で温められた死骸の匂いが立ち上って鼻につきます。うわ、たまらなくなって彼女は食堂を飛び出してしまいました。階段を駆け上り自分の部屋に飛び込みます。ベッドカバーをめくって潜り込もうとしたとき、え、シーツの上には血の滴る、もう猫の生首が置いてあったのです。ちょっと初日からありすぎじゃない？連発しすぎじゃないか。普通なんかちょっとずつさ、なんつうの、緊張と緩和っていうの、緊張の連続だよね。半開きの目が恨めしそうに彼女を見上げています。いやー、彼女は悲鳴を上げてそのまま気を失ってしまったのですわ。暗闇の中、彼女は誰かの声を聞いたような気がして振り向きました。おー、もうどんだけ出てくんのよ。そこには青白い顔が一つぽっかり浮かんでいたのですわ。誰？しわくちゃで目の部分が空洞になった不気味な老婆の顔。老婆、帰れ、ここから出ていけ、今すぐに。いや、もうその通りにした方がいいと思うな。彼女を落とすように低い声でつぶやき続けるのです。あなたは誰？そう聞こうとしても顔はどんどん遠くへと消えていきます。あ、気づいた時彼女はベッドに寝ていました。京介さんとサラサちゃんが覗き込んでいます。慌てて起き上がろうとしましたが、体に力が入りません。あの老婆いいやつなんじゃない？従った方がいいと思うけど。猫、猫の。猫がどうしたんですか？京介さんは心配そうに聞き返します。さっきまでこのベッドに猫の生首があったのよ。と言おうとして一瞬ためらいました。どうしてだかわかりますか？本当にあったことかわからなくなったから。誰の仕業か見当がついた。あ、妹？サラスちゃん？さすがに、なんだろう。この状況ですぐこれに気づくのは、俯瞰で見すぎてる感じしますよね。普通だったら一番じゃない。本当にあったことがわからなくなったから。そうですわね。彼女は自分が夢を見たのではないかと思ったのです。何でもありません。小さな声でそれだけ言うと彼女は唇を噛みました。京介さんは気の毒そうに眉を潜めましたわ。疲れているみたいですね。ゆっくり休んでください。そう言うとサラサちゃんと共に部屋から出ていきました。ドアが閉まる瞬間、サラサちゃんが振り向きました。彼女に投げた鋭い視線、まるで彼女を睨み殺そうとしているようでしたわ。やっぱりこの子が犯人か。
そのままドアを閉まりましたが、彼女は肌が泡立つ思いでした。自分に嫌がらせをしているのが誰か見当がついたのですわ。あの憎しみに満ちた目。サラサちゃんは彼女を憎んでいるに違いありません。看護に来た人を毎回嫌がらせして追い出してる感じなんですかね。でもなぜ？病気を治してほしくないから。ああ、兄と二人きりで暮らしたいから。どうしようかな。一番もなんかちょっとお話として面白くなりそうですけどね。まあ二番かな。自然に考えたら兄と二人きりで暮らしたいから。ええ、彼女もそう思ったんですわ。サラちゃんはきっと自分が邪魔なのだと。そう思うとなんだか腹が立ってきました。彼女は頼まれたからこそこの屋敷に来たのですわ。それなのにこんな嫌がらせを受けるなんてどう考えても変じゃありませんか。その時突然誰かが足をつかみました。ヒヤリとした感触。誰？え、もうすげえくんな。初日から顔を上げた彼女の目の前にベッドの足元にうずくまり目だけを覗かせた何かがいました。サラちゃん、もつれた長い髪、彼女の足首をつかむ細い指。明かりを落とした部屋の中でもぼんやり浮かび上がっているのです。ヒー、彼女は驚いて足をめちゃくちゃに動かしました。掴んでいた力が緩むと同時に床に転げ落ちます。手をついて起き上がろうとした時、不意に視線を感じたのですわ。溝落ちのあたりが冷たくなります。見てはいけない。頭の中で誰かが叫んでいるのに、彼女の目はついついそちらを見てしまうのです。そしてそこに見たのは、あ、ひなきさんのとこの子じゃん。まあ使い回しはねありますからね。絵はね、ベッドの下に寝そべるようにして隠れている異形の何か。こいつ怖いよな。もう2回目だからね、体勢ついちゃってますけどね。光を吸収して真っ黒な穴のように見える両目で彼女を見ています。死亡？これで。彼女は立ち上がり、あ、まだいけんのか、必死に駆け出しました。ドアに体当たりしましたが開きません。鍵がかかっているのです。震える指で鍵を開け、廊下に飛び出すと勢いがつきすぎて向こう側の壁にぶつかってしまいました。額を思い切り打って一瞬息が止まりますけれど、今はそんなことぐらいでひるんではいられません。ふらつく足を踏みしめ、廊下をよろよろと進んでいくのです。追いつかれたらどうなるかわからない。恐怖がひたすら彼女の足を動かしていたのです。やっとのことで1階に続く階段の踊り場にたどり着きました。もうやめよう、この仕事は。逃げよう。もう少しでここから逃げ出せる。そう思った彼女が一歩踏み出した瞬間、見えない何かに足を取られたのです。彼女の視界の中で景色がぐるっと一回転しましたわ。階段？彼女は真っ逆さまに階段から転げ落ちてしまったのです。もう踏んだり蹴ったりすぎるな。そしてそのまま硬い床に叩きつけられました。全身がもぎ取られそうに痛みます。大丈夫？動かそうと思えば動きますが、頭が割れるようです。しかも止めどなく血が流れているのですわ。彼女は無意識に傷を手で押さえ立ち上がりました。つえな。あ、さあこれで分かったでしょ、ここから出てって。澄んだ声が踊り場に響き渡りました。あー、この子がやってんの？全部。どういう仕組みなのかね、わかんないけど。なんか幻覚を見せる系の能力者なのかな。いつの間にかサラサちゃんが立っているのです。出て行きなさいよ、これは忠告なのよ。サラサちゃんどうして？呆然とする彼女にサラサちゃんは冷たい視線を投げかけます。すべてサラサちゃんの仕業だったというのでしょうか。それにしてもなぜここまで。初日から本気すぎるよな。混乱していた彼女には背後から近寄る足音に気づくことはできませんでした。サラサちゃんの顔がさーっと青白くなります。え、早くここから出てって。まさか。逃げて。
え？彼女が問い返そうとした瞬間、後ろの暗闇からヌーと2本の腕が突き出しました。腕は彼女を羽交い締めにします。抵抗しようとしてもものすごい力でできないのですわ。サラスちゃんが叫びました。うわー、やっぱそうか。やめて兄さん。やめないよ、お前のためなんだサラさん。はあ、彼女を捕まえた人物がそう答えました。そうなんですわ、京介さんだったのです。なるほどね。京介さん、なぜこんなことを。サラさんのためなんだ、申し訳ないか。はあ、申し訳ないが死んでもらいますよ。そういうなり、京介さんは隠し持っていた注射器を彼女の皮膚に突き刺しました。途端に彼女はぐったりとしてしまったのですが、まだ続く。次に気づいた時には眩しいライトの下に縛り付けられていたのです。でもこの人脱出してくれないと。なんでマサミおばさん知ってんのってことになっちゃうからな。脱出はできるのか。周囲を見回すと見慣れた器具が並んでいます。これは、彼女は愕然としました。そこは最新設備の整った手術室だったのです。目が覚めてしまいましたか。しょうがないな。枕元で京介さんの声がしました。見ると手術着を着込んだ京介さんが満足そうな顔で見下ろしているじゃありませんか。急ぎますのでね、このまま手術を始めましょうか。そう言うと銀色に光るメスの先で彼女のむき出しの腕をちょんとついたのです。抵抗なく皮膚が切れ、そこから一筋の血が流れ出しました。健康な体だ、素晴らしい。京介さんは目に怪しい光を宿しています。両手両足はしっかり縛られていて動けそうにありません。絶体絶命ですわ。陽子ちゃんならどうします。大声で助けを呼ぶ。助けは来ないだろうな。なぜこんなことをするのか尋ねる。もうちょっと状況的にダメそうなんで事情を聞いてもらっていいですか。気になるよね、事情がね。まあ陽子ちゃんったら、そんな緊急事態に自分に危害を加えようという相手に対して本気ですの。もちろん本気、言ってみただけ。いやでも、聞いてほしいです。まあ驚きましたわ。陽子ちゃんってよっぽど人がいいのかしら。普通こんな状況で話し合おうなんて思いもよらないことですわよ。ところが信じられないことに彼女もそうしたんだ。よかった。もう答えてくれるかな。何のつもりなんですか。上ずった声で彼女は尋ねました。決まっている。え、レイさんの復活のためさ。京介さんが答えたその時、ちょっと思ってたのと違うな。なんかサラサの延命のためにね、なんか臓器を取るとかそういう系かと思ってた。あ、来た。そうよね、この子が来てくれないと絶対助からないですもんね。勢いよくドアが開き、サラサちゃんが飛び込んできました。兄さん、もうやめて。何を言うんだサラサ。姉さんに戻ってきてほしくないのか。振り向いて叫んだ京介さんの頬をサラサちゃんが叩きました。しっかりしてよ、姉さんはもう死んじゃったでしょ。そう言ったサラサちゃんは泣いていました。姉をどうやって復活させようとしてんだ。黒魔術か。嘘だ、姉さんは死んでいない。器になる体を用意すれば僕たちの元へ戻ってきてくれるんだ。京介さんはダダッコのように両腕を振り回しました。その拍子にサイドテーブルの薬瓶が落ちて割れてしまったのですが、燃える。こぼれ出した薬品は床で混じり合い、青い小さな炎を回しました。燃えますよね。いけない。サラスちゃんは叫んで手術台に縛り付けられていた彼女を解放してくれたのです。ああ、そうしているうちにも炎が広がっていきます。もう部屋中火の海です。逃げて。サラサちゃんの声を背に彼女は手術室を飛び出しました。けれどそこにも炎が先回りしています。暑さと煙で目も開けていられません。どっちに行けば逃げられるのでしょうか。彼女の胸は絶望で真っ黒に塗りつぶされました。あ、え、その時立ち込める煙がふわりと動いて
白くぼやけた女性の形になったのです。お姉さん、その女性がある方向を指し示すと、そこだけ炎がなくなりました。美人さんですね。まるで見えない手が押しのけたように見えたそうですわ。そこには大きく開かれた窓があったのです。脱出成功。気がついた時、彼女は森の中に倒れていたそうですわ。屋敷は燃え尽きて真っ黒なみそらしい姿になっていたんです。屋敷炎上エンドですね。まあ、正直最初に見た時から燃えると思ってて俺はじゃないと終われないからね。後で分かったことですが、あの屋敷の女主人は1年前から姿を消しているのです。それがお姉さん、女主人の弟とまだ幼い妹が2人で、姉が戻ってくるまで屋敷を守ると言っていたそうですわ。2人は死んじゃったのかな。もしかしたら火事の時彼女を助けてくれたあの白い女性、あの方がいなくなったという女主人ではないでしょうか。京介さんは大好きだったお姉様を蘇らせようとしたのでは。まあ、自分のね、大事な人が死んでしまって、もし復活させる手立てがね、見えてるのであれば、そっちに行きたくなる気持ちはわかりますよね。おそらく事故か何かで急にお姉様が亡くなって、彼はその事実に耐えられなかったんでしょう。いえ、私の単なる直感なのですけれど、でもそれなら屋敷の中で奇妙なことが起きた理由もわかるような気がしませんこと。心の中に闇を飼っているものは、いろいろなものを呼び込んでしまうものですから。すげえ呼び込んでましたね。多種多様なものが呼び込まれていましたが。さあこれで私の話は終わりますわね。次の方はどなただったかしら。お見事ですね。まさみおばさん、お見事としか言いようがないですね。すごい、なんかこのシチュエーションの洋館ものとしてやってほしいこと全部やってくれたなっていう感じしますね。セーブしとこうか。もうデータが埋まってしまったね。いやーでも、なんかどっかで見たなっていうところを含めてね、なんか手塚治虫の絵柄で俺見たことある気がするんだよな。なんだろう、ブラックジャックかな。まあ古典的というかね、基本に忠実というかね。でやっぱね、突筆すべきはスピード感ですよね。普通働き始めてからね、こう何日かは経つ気がするんだけどね、やっぱ初日に全部やるっていうそこのスピード感がね、このねシリーズのね魅力ですよね。めちゃめちゃ出てきたもんな。間髪入れずにな。ウジ、ネズミ、猫の生首、謎のローバーとね、あとひなきちゃんのとこにいた子とかね。この尺は短くても手は抜かない感じ。素晴らしいですよね。でこのザ・お約束っていう感じのね、話が選択肢でどう変化していくかっていうのがね、このゲームの面白いところだと思うんで、次のパート以降で見ていってみましょうか。どう変わんのかな。楽しみですね。じゃあこのパートはここで区切りますね。また次のパートでお会いできればと思います。お疲れ様でした。さようなら。